90式戦車に取り付けられた92式地雷、原処理ローラ92式地雷原処理ローラは、陸上自衛隊の対地雷装備である。部隊での通称は、マインローラーほか、92式地雷原処理ローラーは小規模な地雷、原の処理、または敵前での地雷、原の強行突破に用いられるもので、装甲車両の前方に装備された装置によって、作動、 爆発させることにより処理し、地雷腹に安全走行体を改作するものである。装置を取り付けられる車両は、車体前面に専用の装着部が取り付けられた車両のみであり、これまでに90式戦車及び74式戦車、89式走行戦闘車の車体前面に取り付けた状態が確認されている。また、87式自走行車機関の試作型にも、 装着部が装備されている車両が存在している。陸上自衛隊が有する地雷処理機材は、長らく70式地雷原爆破装置のみであり、諸外国にあるような装甲車両に地雷処理装置を装着する方式の機材は、整備されていなかった。61式戦車の砲塔を後方に回し、前方にディスクローラ式の地雷処理機材を装着した。 地雷処理戦車が開発されたこともあったが、試作に終わっている。しかし、機運の方式では、地雷、原の迅速な突破に適していないことから、走行車両の強行突破が可能な機材として、昭和63年度から開発が始まり、平成4年度に正式化された。89式走行戦闘車に取り付けられた、状態処理ローラーは片側2組展開指示装置。 展開アーム、ローラー指示化、処理ローラー、磁気発生装置、処理チェーンにて構成され、左右人組を一機として一装置を構成する。ローラーによって、地雷を踏むことによって、圧力式と磁気発生装置により磁気反応式の地雷を作動させて処理するとともに、左右の装置の間には処理チェーンを転調し、これを地面に接触させた状態で走行することにより、 ローラー間に設置されているフレーダ式地雷を処理する。ローラーは90式戦車に装着する際とそれ以外では数が異なっており、90式では5組、74式の場合には4組、89式の場合には2組である。なお、地雷の爆発によって破損することを防ぐため、逃走地を装備した車両の全消灯及び、 方向指示器などの前面には、分厚いアクリル製のカバーが装着され、これらを爆風その他より保護する。逃走地を装備可能な車両は、外見からは、車体前面に4箇所プラス2箇所の取り付け、座金があることで確認できる。ありがとうございます。